皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は沼津中央高校のオープンスクールとオープンキャンパス、このお知らせをします。沼津中央高校は昨年100周年を迎えた高校です。募集はコースごとの募集ではなくて、一括したいわゆるくくり募集をしています。そして入学してから5つコースがあるんですけど、すべてのコースを体験して、そこで自分の適したコースを選択して、そこで学習する、こういう形をとっています。また沼津中央高校、映画の撮影、テレビの撮影、CM の撮影などで、ね、よく使われるので、皆さんも知らない間にもう沼津中央高校見ているかもしれません。部活ではさまざまな部活活躍しているんですけれど、特に軽音楽部は全国大会で奨励賞を獲得しています。では今回のオープンスクールですね。オープンスクールでは簡単な学校の説明と授業見学を行います。開催は令和6年11月16日の土曜日、3回やって、最初は9時30分から10時30分、次が10時20分から11時20分、そして3回目が11時10分から12時10分と、受付は15分前から、このようになっています。こちらホームページからの申し込みが必要です。次はオープンキャンパスですね。こちら学校とかコースの紹介とかコースの体験、または部活見学、こういうものが含まれています。令和6年の11月30日土曜日に開催です。対象は中学3年生だけじゃなくて、中学1年生から中学3年生まで、つまり中学生の全てが対象になっています。午前と午後の部あって、午前が9時30分から11時30分、午後が13時30分から15時30分です。持ち物として筆記用具と上履きを持参してください。それから必ず制服は着用ということだそうです。なおこちらも事前申し込みが必要なので、ホームページの方から申し込みをしてください。今回は沼津中央高校のオープンスクールとオープンキャンパスのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。